どうもシャーペンです。今回は先日情報修正が実施されまして、結構降臨キャラを中心とした修正でしたね。新公表とかタティアシャ、ジルドレあたりがいいなと思いました。ただまあモンストというゲームはキャラクターがもう5万といるんで間に合ってないんですよね。これもしゃあない、忙しいと思うんで一発でパッての不可能ですからね。なのでまあ次の修正年末頃ですけど、そこに期待したいですね。で、僕が本当特に修正してほしいキャラは作成難易度高いキャラですね。やっぱり頑張って作った割にはうーんってなるとちょっと厳しいんでね、そのやっぱ頑張って作った報いが欲しいわけなんですよ。なので今回はちょっとそういうキャラですね、作成難易度と強さがちょっと見合ってないなってキャラを紹介していきます。数は少ないんでね、そんないっぱいいないんでパパーっといきますね。まず白亜、結構もうおなじみの降臨とか初期の究極クエスト、もしくは激究極をクリアするとたまにほんと稀に出てくる EX ステージですね。そもそも低い確率が出る、 1% あるかないかって言われてますよね。でその 1% を勝ち取ったとしても、その挑戦するパーティーは違ってくると思うんで、運用とかのパーティーだと負けますし、勝てるとしても土地の中ボス戦で逃がすってこともあると思うんで、毎回サンドロさせるのは至難の技なんですよね。で最高サンドロなんで1回で、それも厳しいので回数こなす必要があると。この鬼畜仕様なんで、まあ、数年やっても運極にならないのはザラですね。僕も本当3年ぐらいやってますけど、30ぐらいなんで、まあ、3年短いかまだ新参者ですけどね。でも大多数の方は運極になってないと思いますね。で運極にするには本当何回もクエストもある必要があって、苦労の末に運極完成したってなって、性能がちょっと今やっぱ現環境は厳しいもので、当時は強かったんですけどね、やっぱり時代の流れは厳しいもので、あとやっぱ一個大きいのは属性違いど、この同じアビリティにアデブタっていう超強敵がいるんで、これも結構要因ですね。優先して使う場面は少ない。だからもう修正するんだったらもう友情面は勝てないと思うんで、殴りを強化してほしいですね。埋水の投球を上げるか、思い切って超 AGB、 はたまたキラーとか、結構手の施しようあると思うんで、修正されやすいと思いますけどね。いつ来るんだろうっていう、多分今からね性能のために作るって人は少ないと思うんで、もう今からでも頑張って作りたくなる性能になったら嬉しいですね。2体目、ヴィーラ。個人的かもしれないですけど、今ゴーゼスで全部最適揃ってて、その条件だったら一番難易度高めだと思いますね。ヴィーラかコンプレックスか。もう初降臨からずっとクエストのコンセプトも崩されてないですし、最適も小町がずっと上ですからね。で貫通したいクエストなんで、純粋にプレイする人のモンストのうまさが発揮されますし、普段避けないといけないダメ男とか地雷をあえて踏みに行ってで攻撃しないといけないっていう、この慣れてないことをする感じも、まあ、最初は厳しいもんで、慣れるまでは加減が分かんないですからね。だいたいやられますし、そのまま多分これからも難易度変わんないと思いますね。でそのクエスト終わった性能はこれってなるんですけど、まあ、対応アビリティはワープとウィンドっていうまあまあって感じなんですけど、まあ、他がちょっと友情の壁バウンドランとか SS のなんていうんですか、弾が回るやつこれもちょっとね安定して火力出すってのは難しいですし、現状優先して使うクエストというとカルナの運枠なんですけども、まあ、攻撃も低いんでちょっと厳選が必要なんですよね。まあ、余計ね豪絶1周目はもうシュリンガラとかアドブタっていう化け物スペックがはびこってるんで、その中でこの性能なんで余計ちょっとかわいそうだなと思いますね。結構僕もねイラストとか好きなんですけどね、ボイスとかもかっこいいんで、まあ、性能がちょっとって感じですね。でも修正どうすればいいんですかね。もういっそのことカルナ特攻にするか、魔族キラーか、もう混乱無効か、もう明確な仕事欲しいですよね。下手に汎用性出すよりかはもう永久就職って感じで、せめてそうなってもいいかなと思いましたね。頑張れビーラ。で最後3体目というか、これはもうくくりなんですけども、ティグノスガラゴーラエリアのカリウドですね。神獣の聖域、まあ、8体とも全て神獣スレイヤーとターンアビリティっていう性能ですね。アビリティはで、まあ、ガラゴーラつながるゲルナンドとティグノスにつながるエティカはまだしも、まあ、他ちょっと1回で終わりですからね。どっかでパッと使って、でも本当イラストとかボイスがちょっと凝ってると言いますか、それだけあってここで終わるってのはもったいない気がしますね。で最新のレキオエリアのカリウドはこれ全員強いんですよ。性能がルーインはレキオに加えてシュリンガラっていうすごい仕事あるんで、これは超優秀ですね。しかもクエスト簡単で、トーマリーも貴重なアビセットと弱点キラーっていう結構汎用性高いキラーですし、しかも SS も減速率低めで、まあ、結構この方も優秀な運枠なんですよね。で6個は貴重なダメブロック対応とうまく扱えれば結構強いマーキングレーザーでも、タオダはちょっとまあ言っても微妙ですけど、運枠としては。ただまあガラゴーラ3壊したのでかいんで、この功績は。でも現状はこの4体は全員仕事はあると思ってるんで、こんな感じだったらいいなと思いましたね。ほんともったいない。めっちゃイラストいいのに。結構真珠僕好きなんですよね。だからやる人増やすためにもちょっとこの辺の性能も変えてほしいなとは思いましたね。というわけでこの3体というか2体と1グループでしたね。まあソシャゲっていうのはどんどん強いキャラ変わってくんでね、無理してこれやってくれとは言えないですけども、まあいつか、ゆっくりでいいんで、いつかこの辺やってほしいなとは思いましたね。というわけでよかったらコメント欄から皆さんの
作成難易度高いのにうーんってキャラって言いますか、まあ、単純に情報修正してほしいキャラでもいいんで、どんどん書いていただけると嬉しいです。あと続いてチャンネル登録もしていただけると、こんな感じで毎日もその動画投稿してるんで、よかったら登録していただけると、これから頑張っていくね、どうかよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。さよなら修正。